7813回目、雪崩が来ましたよ。急いで逃げろ。ユキ、しっかり捕まって。おお、また分かれ道だ。左、右、左、まっすぐ、右で、その次はどっちが正解だっけ。早く、ぶつかっちゃいます。左。そうだ、左だ。物語は少し前に遡ります。つらら山の崖の下、12月24日 AM 7時45分。ユキさんと山田さん両方助ける？本気で言ってるんですか？うん、絶対2人とも助ける。一緒に頑張ろう、レモン。ん？信じていいのかな。わかった、じゃあついてきて。うん。ちょっとちょっと、2人は時空警察特殊機動隊、通称巻き戻しの黒野さんとアンドロイドのレモンさん。私たちがやるべきことは、午前1時につらら山で熊に襲われる山田さんを助けてから、午前3時までにユキを連れて山を越えて隣町にある薬を飲ませること。できなければユキは死ぬ。昼間のうちにユキを隣町に連れて行くのは？ダメ、誘拐だと思われて町の人に捕まるから、夜中にこっそり行くしかない。7679回繰り返して作った最速ルートを教える。頼む。二人とも山田さんを救う。あ、ユキ行くよ。つらら山に向かって急げ。12月25日 AM 1時40分つらら山登頂完了、あとは降りるだけだ。早っ。このペースなら余裕で3時までに隣町に着くんじゃないか。いや、問題はここから。時間にして21年間私がユキを助けられなかった理由、毎回あれに巻き込まれるからなの。なだれ、めちゃくちゃでかいし、ものすごいスピードですよ。幅 100m、 時速 200km の巨大なだれ、どんなルートで逃げても絶対に追いつかれて、ユキは死ぬ。そう、巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシン、リトライアイを使えば、リトライ、時間を巻き戻すことができる。そうか、じゃああの雪崩から逃げ切ればユキは助かるんだな。そう、でもその方法が21年間見つかってない。確かに、あんな大きな雪崩逃げ切れる気がしませんね。簡単だ、スノーモービルより速い乗り物になろう。え？バイクはどうだ？試したけどダメだった。自動車。試した。スキー。試した。じゃあこの排泄列車はかっこいいぞ。バカなの、40年前には走っていたらしいけど今は壊れてるし、つらら山に線路はない。言っておくけど、私はアンドロイド、超高性能コンピューターで 47,467 通りの方法を試した。今君が思いつくことも全部。大丈夫、俺には俺の考えがある。考え？結局スノーモービルで行くんですか？変わってませんよ。前回レモンが避けてたルートを試してみたい。あれだ、このクレバスに落ちてみよう。え？クレバスって雪上にできた大きな裂け目ですよ。全部試してみる。皆さん大丈夫ですか？で、これって洞窟？すごーい。クレバスの中にこんな空間が。知らなかった。計算通り、これで雪崩は入ってこないな。お？ダメです、やっぱり入ってきました。だったら逃げるのみだ。あれ、でも見てください、さっきより雪崩が小さいですし、速度も遅いですよ。雪崩の一部だけがクレバスに落ちたから小さいし遅くなったんだ。これなら逃げ切れるかもしれない。よし、下に向かって進もう。あ、分かれ道だよ。どっちに進みますか？右？左？落ち着け、こういう時は風が吹いている方を選ぶんだ。そっちが出口に繋がってる。右から風が吹いてる、だから右だ。右に行くぞ。ほんの数秒でこの緊急事態に対処するとは、さすがです、黒野さん。行き止まりだった。間違えた、なぜだ。でも覚えたぞ、リトライ。左。次は右だ。ここでジャンプ、その後しゃがむ。ここでコウモリを追い払う。やりましたね、黒野さん。雪崩が見えなくなりましたよ。あとは外に出て隣町に向かうだけです。よし。レモンちゃん、すっごく楽しいね。え？私、病気のせいでずっと家にいたから、友達になってくれたのはレモンちゃんが初めてなんだ。もっとレモンちゃんと遊びたいから、頑張って病気治すね。ユキ、皆さんもうすぐ出口です。で、そんな、で、出口が塞がれてる。もしかして入りきらなかった雪崩が出口を塞いでるのか。私がどかす。ダメです、もう後ろから雪崩が間に合いません。どうして、もうダメなの。くそー。リトライ。7814回目。うわー、ゴール直前で雪の壁、2人の体
体力ももう限界なはず。やっぱりユキさんを救うのは不可能なのかも。まだだ、絶対に何か方法はあるはずだ。何か。レモンちゃん、ん、私ね、本当は今朝お母さんたちと一緒に隣町に行く予定だったんだ。え、でも朝レモンちゃんに出会って友達になりたいって思ったから隣町に行くのを断って、つらら町でレモンちゃんを探してたの。断って大正解だったね。こんな大冒険できたんだもん。スマホン、どういうことだ。今データベースで調べたところ、ユキさんは本来午前3時に隣町で薬をなくして亡くなることになっていました。つまりユキさんはレモンさんに出会えばつらら町に残り、レモンさんに出会わなければ薬のある隣町に行くということ。なので雪崩から逃げるよりも隣町でなくした薬を見つける方がはるかに楽です。確かに。じゃあこうしよう。私がユキと出会わないように隠れて山田さんの任務に行く。その間に黒野が隣町に行ってユキの薬を見つけて飲ませる。私はプログラム上本来の任務を放置できないから黒野がユキの方に行って。わかった。でもこのルートを選べば私とユキは出会わなかったことになる。どうしたの、レモンちゃん。それでも構わない、リトライ。1、レモンさんがユキさんと出会わないように隠れる。クリア。2、ユキさんが両親と共に隣町に行く。吹雪になる前に薬もらいに行こう。クリア。3、黒野さんが一人で隣町に行く。雪崩起きないな。クリア。隣町 AM2時40分。大変だ、ユキの薬が見つからない、探せ。ユキちゃん。4、黒野さんがユキさんの薬を見つける。これ君の薬。クリア。ユキの薬だ、ありがとうございます。いえいえ。これで今度こそ任務完了ですね。これ飲みたくないな。あ、何言ってるんだ、飲まなきゃ元気になれないぞ。だって元気になっても楽しいことないもん、友達がいなきゃ。あ、友達になってくれたのはレモンちゃんが初めてなんだ。コクン飲みましたね。あ、レモン大丈夫だったか。ユキ大丈夫、ちゃんと薬飲んだ。誰ですか。あ、私は誰でもない。さあ行こうかユキ、早く元気になろうな。うん、ユキは助かった、これでいい。いや黒野帰ろう。ダメだ。ん、レモンとユキはあんなに仲が良かったのにそれをなかったことにするなんてやっぱりダメだ、ユキのためにも。だって元気になっても楽しいことないもん、友達がいなきゃ。俺が二人の友情を守る。でもどうやって、あの雪崩から逃げることはできない。かっこいいことを言ってる暇があったら考えれば。かっこいい、ありがとう、わかったぞ、クリアルート。え、リトライ。よし、やっと準備できたぞ。これを山頂まで運んでくれ。お前の怪力ならいけるだろう。これってまさか。リトライしてはやり直して、ずっと何かを準備してましたが。これなら絶対に雪崩から逃げ切れるはず。レモン、後ろから思いっきり押して飛び乗ってくれ。行くよ。俺が修理したこの排泄列車なら。あ、速すぎます。時速 300km は出てますよ。雪崩が全く追いついてきません。計算通りだ、このまま隣町に直行しよう。これなら任務達成できる。この列車は排泄列車だから、線路がなかろうと雪をかき分けてスピードを出せる。そして私の力があれば山頂に運ぶことも可能。こんなアイデア、どうやって思いついたの。かっこいいから乗りたかっただけだ、お前に言われて思い出した。全く合理的じゃない、黒野だから思いついた発想。レモンちゃん楽しいね。うん、黒野はすごい楽しいね。まだまだ任務は終わらない。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。